よし、じゃあ続きやっていきましょうか。ルミナスメイズの森、少し進めてきました。なんかいるんだけど、君とは。あ、ギモ。前回ゲットしたあいつの進化系とかかな。いたもん。ほっぺスリスリで削っていこうかな。よし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 、捕まえられるよね。あ、そっか、放電倒しちゃうかな。いけるか。ちょっ、マジか、倒しちゃうのか。ごめん、ちょっとやり直していい？ごめん、イチャモンつけられたら。お、悪の波動。よし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 、ほっぺスリスリ。放電だと死んじゃうんだよね。お、土下座付き。こいつなんかリフレッシュとか覚えてたりしないよね。大丈夫で、ね、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。赤まで削りたい。よいしょ、ぐー、ここでいっちゃうもんかー。いやらしいね。じゃあちょっとボール投げていきますか。スーパーボール、よいしょ、スーパーボール。ちょっとできるかな。よし、イエーイ。特段捕まえづらいってわけでもなかったか。よかった。お、経験値うまい。やったー、アクフェアリーですか。おお、ワルジアを使って夜の森に誘い込もうとする。農作物を育てる力を持つらしい。へえ、確かにちょっとなんか見た目がなんかナスのヘタがくっついてるようにも見えるもんな、頭。よし、さて、じゃあちょっとこの辺、お、光ってる、光ゴケ。へえ、トンボがエリー、大事でございますね、これ。まあ、こんなもんかな。アイテムの取り逃しがあったらまたまたの機会で取りに行こうかなと思います。で、この森はあれか、お、ボクレーと、あ、マシエド。あ、まだいろいろなんか出てきそうだな、ポケモン。ほっぺスリスリ。じゃあ、ネマシュもいるもんね。そうだよね。生放送の時にネマシュ出てきた。ちょっ、おまぁ。眠気覚まし使うか。え、ないか。シュン、よいしょ。いいねー、麻痺。おでん。今回図鑑名どうです？簡単？面倒じゃないかな。一応ね、ソフト2本持ってるからね。お、ギガドレイン。嫌な攻撃するわ。ギガドレインか。好き。まあ回復しやがる。え、このゲットいけるかな。回復技うざいもんね。ちょっと行ってみるわ。はい。あー、はい。ありがとう、タメ、お前はよくやってくれた。あ、まだ死んでない。ナイスすぎる。でも、かといってあれだよな。そう、妖怪駅で多分死んじゃうんだよね。だから、
なかなかに手が出せなくってな。よいしょ。うむむ。よいしょ。どうよ。力を吸い取る。これなんかサニーゴが使ってるイメージあるな。力を吸い取る。お前も回復する。なんですの、もう先から。妖怪液当ててみるか。ワンチャン残れば、まあ、残んなかったらまあしょうがないや。あ、ですよねー。まあ救助かよ。当ててほしい時に救助当てないからな。よし、まあいいや、行こう。よし、じゃあちょっと先進みまーす。なんかすごいカラフルだな。おー、なんか雰囲気超好きなんだけど。こういう雰囲気超好き。よし、オニオンくんのリーグカードくれたおばあちゃんでしょ。なんとも言えない街。光るキノコ、不思議なキノコ、フェアリータイプのいたずらなの。ほうほう。ルミナスメイズの森で迷ったフェアリータイプの仕業だろうね。フランク、それじいちゃんの名前だぜ。へえ、おじいちゃん。と役で同じ種族か違うだろう。でも俺たちはそれをまとめてポケモンと呼ぶ。はい。え無理があるな。自分も分かってる。俺はポケモンになりたかったんだよ。頑張ってください。さあ、ポケモンの気持ちになればある意味ポケモンになれたと言ってもいいのではないか。俺の燃え上がる気持ちを表現しているような服を、炎を感じるデザインの公園の前で着てくれないかね。なんだそりゃ。これかな。あ、お洋服屋さんあるかな。ポプラさんの地元じゃ、まあ小さな劇団でもあるの。へえ。あ、古びた手紙。ポーラちゃんか。いや、懐かしい。幼い頃よく一緒に遊んだよ。でも彼女病気してんね。それをわしに隠してたんだ。で、喧嘩になってわしも引っ越すことになり、それ以来会ってないが。ポーラちゃん、元気にしてたかね。あ、こだわりスカーフ。ここでこだわれるんですね。お話の邪魔しないで。なんか可愛いんだけど。まあいいかとか、懐かしいね。なんかジブリとかに出てきそうな世界か。デュラルタウンのジムリーナに勝ったのかい。だったらこちらの技もしも使いこなせるだろう。リベンジ。あ、どうも。そうだね。
ダイマックスあれだよね、あの技のタイプのバリエーションあるといいよね。進化させずに強くする方法、進化の奇跡。あ、なんかバトルになった。レボン虫、こいつはワイルドエリアに出てきたことないよな。レベル30か、ほい。次はフェアリーのジムだと思うから、タンメンがめっちゃ頑張ってくれると思ってる。そう、そういうことする。よしよしよし、いいね。あ、やっぱり進化の奇跡、これもいいね。よし、ポリゴン2に持たせてましたね。懐かしいものです。あ、チョンチーがいる。ここブティックないんすかね。お、眠る。はい、なんだ、建物といえば民家とポケモンセンターとジムぐらいか。なんかちっちゃな町やな。よし、じゃあ行きますか。あ、マリー、どうもどうも。ジムバッジ4個簡単、要注意だね。あやや、ほら、モルペコも警戒してるよ。でモルペコ、あんたもしかしてムーン気に入っちゃった？もうジムチャレンジャー同士真剣に戦うこともあるのに。あ、おー、ありがとうございます。これ嬉しい。マリー、ちょっと見ましょうか。まあいいか、あんたのことライバルとして覚えておくよ。数少ないジムチャレンジャーの生き残りだもんな。よ、早速見よう、マリーの。よいしょ、リーグカードこれね。幼い頃は泣き虫だったが、兄からもらったポケモンと遊ぶうちに前向きになり、ポケモントレーナーとしての才能もぐんぐん伸ばした。寂れつつある町のため、ジムチャレンジに参加したが、都会のブティックなどに興味が向いているとのこと。地元スパイクタウンではアイドルとして人気だが、本人にその気はない。ただエル団という応援団がいてくれて心強いらしい。おお、何気に感謝してんのな、かわいいマリー。いいっすね。あ、どうも、ボールください。お、ラブラブボール、これかわいいよね、ラブラブボール。おお、ピンク。相手の性別が違うと捕まえやすいボーダーボールよ。はい、ピンクとはフェアリータイプを意味するのか。なんだか強そうな人は。そうだよ、バッチゲットしたるからな。クイズの重みがありそうけど、人生をかけてやるのにクイズ。お、いた、さっき戦ったやつ。マジ？ファンが増えてきてるらしい。嬉しいね。デスマスお持ちになって。あー、これデスカーンズ進化するデスマスか。ごめん、ちょっと、また、今ね、デスマス私のパーティーのポケモンだから譲るわけにいかないのだ。はい。よし、行くか。はーい。リラックスして挑みなさい。はい。じゃあ行きましょう。お、あれ、ジムリーダーいいんじゃん、早速。おいでなさったね、ピンク不足のジムチャレンジャー。ジムミッションだけどね、私も後継者が欲しくて、新しいジムリーダーオーディションも兼ねているのさ。なに、簡単さ。勝負しつつみんなが出題するクイズに答えるだけ。ただし間違えると戦っているポケモンの能力が下がる。もちろん正解すれば能力も上がるからね。マフェアリータイプポケモンの不思議な力さ。あんたも気じくり見させてもらうよ。お、もうここはバトルが前提のところなんやね。よし、行きましょう。はい、上手に戦ってください。
きなされ。あ、こっちです。はい。おばあちゃん見てんだけど。はい、よし、お願いします。クイズかいきなり飛んでくんの、バトルの間に。おっ、シュシュプー、どうぞ。ほい、ヘドバックとか覚えてくんないかなって思ったやつ。ドレインキッス。あ、来た問題。フェアリータイプじゃなくて、あなたに分かりますか。毒。あ、どっちもじゃん、毒派がね。まあ、毒にしとこう。はい。お、よし、毒怖がりいいっすね。ズン。ペロリーム。まあいいか、今能力上がってるしな。出た、ミニラッキーみたいな。もうわがままボディーだわ、マジ。プニプニしてそう。よし、いいね。ナイスナイス。お、楽勝じゃん。私はまあまあ気に入りました、マジで。じゃあ次。はい。なんかお母さん世代のトレーナーって感じ。よいしょ。妖怪儀が大事。いいね。お、フレホワン。あ、シュシュポの進化系か、なんか久しぶりに聞いたな。はい、問題。さっきのジムトレーナー、え、ちょ、忘れちゃ、あ、コトさんだ。よし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 。 S か、一発持っていけるかな。うん。あ、これはやだね。天使のキス。ビヨビヨビヨ。よし。あともう一人ぐらいかな。なかなかフェアリー使いに男のトレーナーはなかなか難しいよな。あ、みんな同じやった。はい、お次は私。お、ギモ。はい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 。ルミナスメイドの思い出出てきましたな。フェアリーと悪が弱点ってな、あ、違う、タイプってな、弱点何なの。鋼、鋼かな。でででで、でよし、いいぞ。おお、やるね。お、サーナイト。サーナイトか、サーナイト。やば、松丸がいいか。美しい。はい、問題。私が前、はえ、朝カレー、朝オムレツ。あ、案外気合入れるために朝カレーしてるんじゃないですかね。一郎さんは毎朝カレー食べてるみたいですからね。カレー。ちょっと待って、シュービート D が下がった。
リフレクター、嫌だね。よしよしよし、あ、でもいいじゃん、いいじゃん。お、いいね。甘える。これ耐えるだろうな。そうだよね。あれ、鋼の翼ってさ、B が上がる効果ってあったっけ、もともと。もう、4段階やめてくれ。食べるか？お、ナイスナイスナイス。よし、ジムチャレンジャーにオーディション、ポポラ様にも困ったものですよ。じゃ目の前で聞いてるよ。うん、ちょっと待って、はい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 、ちょ準備をさせてくれ。まあそのまま行ってもいいだろう。タンメン×丸に頑張ってもらえばいけると思う。よし、じゃあ行っちゃいましょう。はい、お願いします。よし、おばあちゃんと。これで5個目かな。ばあちゃん長生きしてくれよ。今さらだけど名乗るかね、ジムリーダーのポプラさ。クイズに答えたあんたのリアクションを見させてもらったよ。最後の試験はあたし、相棒のポケモンにどんな振る舞いをさせるのかちょいと見せておくれよ。じゃあ行きましょう。マタドガス。あ、これあれか、ガラルマタドガスね。よし、ガラルマタドガスはなんだ。フェアリーと何、毒入ってんの、どうなんだ。もうほっぺスリスリすっか。よしよしよし、急所でこんなもんか。でも麻痺を乗せてヘドロ攻撃いいな。なんかもうちょっと強い毒技覚えてほしいわ。あんた私のあだ名知ってるかい。魔法使い、魔術師。魔法使いの方が可愛い感じするけどね。あ、見た目の印象はこっちなんだけど、どうなんだろうな。おー、やった。やっぱりなんか見た目の印象から判断した方がいいですね。素早さがぐんと上がって、よし、お、いいっすね。おー、攻撃。こいこい、毒好き。あー、ようやくなんかいい技覚えてくれたな。いいですよ。クチート、クチートはあれ、フェアリー鋼、ね、え、鋼は入ってないよね。そうだよね。いけるかな。え、どうしよう、入ってたら。まあいいや。よし、いこく。あ、やっぱり入ってるじゃん。入ってる入ってる。鋼入ってたらね、毒技通んないんだよね。無効になるんだよね。問題、私の好きな色はピンク。あ、
ップルなの？こいつ。え、引っ込みよ、引っ込みよ、引っ込みよ。炎がいないからきついよな。何でいくか。おかゆかな。水だと等倍取れるでしょ。ここ痛いね。コックオブレイク。はい。お、いいじゃん。回復すんなよ、回復すんなよ、頼むから。よし、OK。出たな、キッス。攻撃キッスにはタンメンだな。天メグエアスラとかやめてください。かわいいよな。でもトゲキッス、アニメのさ、霞のトゲピは最後はトゲキスになって霞のところから卒業したんだっけ、確か。おっと、問題。私の年齢はえ、いや、こっちでしょって言いたいけど、でもさ、素直なこと言うと怒りそうだもんな、このばあちゃん。じゃあ16歳。あんたいい答えだよお、いいね、軍曹型。いや、もうこれもう勝ち確でいいんじゃないです。一応ちょっとすごい傷薬で、やっぱあれだね、女性はね、若く見られると嬉しいものですもん。元気の力。ミッキーの放電で、今回ちょっとストリンダーが大活躍だ、優秀。ナイス。よし、ホイップ。よし、これで最後だね。あら、かわいい。じゃあお先にダイマックス失礼しまーす。よいしょ。かわいいんだけど。へい。お、かっこいい。ストリンガーの見た目結構ツボなんだよね。おー。おばあちゃんも来る？もうハイプ確かなんかケーキみたいなやつなんだよね。ダイマックス、お、ほら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 、でもなんかウェディングケーキみたいな、美味しそう。よし、ダイヤシット、どうやん。おお、強い気持ちいい。はい、ということでありがとうございました、勝利。イエーイ。ピンクは足りないけれど、あんたがいいトレーナーとポケモンだよ。ほどに悪くはない。だけどオーディションは不合格。私のメガネにはかなう。なんで？あ、気にしないでおくれ。私の好みの問題さ。ジムリーダーは他に探すさ。何心当たりあるんでね。なんでピンク要素が絶えなかった？なんでだよ。理由を知りたいんだが。ありがとうございました。あと3つ。
はい。お、ブレインキッス。へえ、与えたダメージの半分以上、何気にすごいな、回復量。フェアリーセッツ。年寄りを軽んじるのはもちろん良くないけどさ、年寄りが出しゃばっている世界も良くないからね。おお、心当たりって誰だろうね。あ、次はキルクスタン、はい。はい。ということで、じゃあ、お疲れ様でした。ちょっと一回外出るか。お。お待ち。はい。ナックルシティに用事があるんだけどね。あんたもついてくるかい？次のジムスタジアムに向かうならナックルシティに戻るんだからさ。あ、はい。お供します。あら。まあ、確かに行き止まりっぽかったもんな、ここでな。相変わらず誇りっぽい街だね。キバナさん怒られるよ。え、なんだろう。じゃあちょっと今回ここまでにしておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。